ミュージシャンの稲葉講志さん59歳が7年ぶりに日本テレビのウィズミュージックに登場しましたファンからの質問の中でなぜソロ活動をするのかという問いに稲葉さんはビーズでは松本が音楽を私が歌詞を担当していましたがソロ活動では曲も自分で書いてフィルターを通さずに自分の表現ができる場があると説明しましたそして続けてもよろしいでしょうかと照れくさそうに頭を下げファンに許可を取り会場の笑いを誘いました 稲葉講師さんはこの日、ワイルドな長髪と白いジャケットで登場しました。ネット上では、歌っているとき、実年齢よりも20歳近く若く見える、もうすぐ還暦なのに若々しい。今年で60歳になるの信じられない、見た目が若くて、肺活量がすごい。若い頃からかっこよかったけど、今でもかっこいい。声が唯一無二、いつまでもかっこいい、日テレに稲葉講師が出演するなんてやっぱりかっこいい。 今でも新曲を精力的に出し続けているのは本当にリスペクトできるといったコメントが寄せられましたまた彼の歌唱にはドラマーのシェーン・ガラースが登場し胸が熱くなる「久しぶりで嬉しい」とファンを喜ばせました